リンタロウ結構あれだな、後輩の世話みがいいタイプだな。ラジコン歴はそれはもう大先輩やけど、ミニッツ歴では負けてへんからな。はい、令和3年7月23日本日も YouTube 動画よろしくお願いいたします。4連休の2日目、混雑が予想されました金曜ウレタンレース。なんやったらレギュラーだけやったらいつもより少ない感じ。珍しい方がお二方いただいて、来ていただいて、なんとかいつも通りの人数になりました。見てへんのかい。いや、上間さん、こういう時なんかいけそうな気がする、逆に。上松、渡崎、渡辺、父。それどっち？まあ、言わしてもらいますわ。前、後ろ分かってんのは渡崎さんだけやった。やっぱこの、金売れ屈指の IQ の高さの渡崎選手。はい、では参りたいと思います。よろしいですか。金曜ウレタンレースオープンクラス予選第1ラン第1位と3分間周回レーススタートです。スタート10秒前。いや、こっちは間に合ったよ。さあ、スタートいたしました。オープンクラス予選第1ラウンド第1ヒート。さあ、レイアウト変更直後の路面グリップが低い状態。やっぱり来た、来ると思って。さあ、トップは上松選手、2番手勝田選手、3番手渡辺一致、4番手江村選手、5番手ワッタン。さあ、トップ上松、イエローグリーンのマシン、背後白青のマシン勝田選手、3番手に渡辺一致、4番手江村と4台数珠つなぎのトップグループ。少し間が空いてワッタンが5番手。レース残り時間は2分20秒です。序盤の40秒が経過いたしました。トップ上松、2番手勝田、ここが近い。0.37。3番手渡辺一、4番手江村も0.48。さあ、スタート直後からトップを守っております上松選手。背後勝田選手は今度は少し間が空いたか。さあ、レースの方は序盤の1分が経過いたしまして、残り2分。現在ストレート2台が1位に、3番手渡辺一もまだまだ食らいついている、4番手江村、5番手ワッタン。レース残り時間は1分45秒です。残り1分45秒。さあ、トップ上松、このまま逃げ切りたい。いや、トップ入れ替わった。さあ、トップ入れ替わって。さあ、勝田選手が前に出た。あ、いけた？あの、マーシャルあんまというか大丈夫？大丈夫ですか？さあ、レースの方は残り時間1分20秒、折り返し点を過ぎております。トップは白青のマシン。さあ、単独トップとなった2番手以降がバトル状態。上松、江村、上松ミス。さあ、江村ミス。まあ、やっぱ結局勝ったなんやな。さあ、残り時間は1分となります。残り時間1分となります。2分経過。トップ勝った、2番手江村、3番手ワッタン、4番手渡辺一、4番手上松、5番手渡辺一。さあ、残り時間45秒です。残り時間45秒。オープンクラス予選第1ラウンド第1組、レイアウト変更直後ですので路面グリップが安定していない状態。そしてマシンの方は民会最高峰カテゴリーのオープンクラスですので、非常に予選第1ラウンド第1組、難しいレースと難しい路面となっているでしょう。さあ、そんな中を着実な安定走行、白青のマシン、トップ勝った選手、現在16ラップ目に入っていく。2番手に、三塚最高レファイナリスト江村選手、ワッタン3番手、4番手上松、5番手渡辺一。レース残り時間は間もなく残り10秒です。残り10秒。さあ、ラスト10秒、ラスト10秒。勝った選手はこのまま走り切りそうか。もう一周、3、2。さあ、もう一周入った。ファイナルラップに入っていく。18ラップ目。さあ、ここで3分経過タイムアップ。まずは江村選手2位でゴール、ワッタン3位でゴール、上松ゴール、渡辺一、勝田選手、全車ゴールです。トップゴールは勝田選手、18ラップ3分8秒43。さあ、では続きましてオープンクラス予選第1ラウンド第2組、ご準備の方お願いいたします。
はい、スタートします。スタート10秒前。はい、スタートしました。金ウレオープンクラス予選第1ラウンド第2ヒート。さあ、まずトップで帰ってきたのはカズさん。さあ、2番手コウキ、3番手神田くん、4番手店長、5番手凛太郎、6番手マセさん。さあ、1位2位が少し抜けてたカズさん、コウキ。さあ、カズさん、コウキがどん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 追い上げて、おっとコウキがミス。さあ、カズさん、コウキ、店長、凛太郎、マセ、神田。さあ、1、2、3、4、5がまあまあ後半ですね。さあ、1分経過。さあ、カズさん、コウキがコンマ6秒差。さあ、2番手サボットコウキがミス。さあ、これで2番手3番手が少し近づいた。さあ、3番手店長、4番手凛太郎が 0.9 秒。さあ、その後方 1.1 秒後方にマセさん、6番手に神田君。さあ、残り1分30秒。さあ、カズさんとコウキが詰まらないですね。1秒差、おっとかかった。さあ、カズさん、コウキ1位2位が約1秒差。さあ、2番手3番手が少し開いて2秒差。2番手3番手も少し開いて 2.2 秒。さあ、4番手5番手がコンマ8秒、少し近づいた。さあ、残り間もなく45秒。さあ、1位2位が少し近づいてきたぞ。この周で 0.4 秒差。さあ、カズさん、コウキがぐっと近づいてきた。3番手店長の後方、凛太郎が近づいてミスった。さあ、これで4番手にマセさんが上がっていた。さあ、5番手凛太郎、6番手神田君。さあ、1位2位は近いね。残り15秒。さあ、ラスト2周入る。あー、もう一瞬苦しいか。さあ、おお、うお、入った。はい、コウキ、カズさんゴール。はい、店長ゴール。はい、ゴールゴール。はい、電車ゴールです。はい、お疲れ様でした。オープンクラス予選第1ラウンド第2組トップゴールはコウキの17分3分0000。そんなことあんのね。3分0000ってあるんや。初めて見たわ。3分オールフラット。さあ、片山選手もほんま逆に、あの、2人とも通れたかもしれない。そうやな、ほんまやな、譲らんとな。シュッシュって言ったら、もう一緒入ったかもね。さあ、オープンクラス予選第1ラウンド終了しまして、ご準備できちゃい第2ラウンドへ参ります。さあ、暫定ポールは勝田選手18ラップ唯一マークしております。3分8秒43。続いて3分0000のコウキが17の一番前、もちろんですが。さあ、以上、本日は11台エントリーですので、トップ、4ですか。 A シードはトップ4ですね、勝田渡辺コウキ片山 N 村、17分3分2秒までがボーダーとなります。はい、スタジオマーシャルありがとうございます。では参りたいと思います。金ウレオープンクラス予選第2ラウンド第1組3分回収からスタートです。スタート10秒前。さあ、スタートいたしました。
前列グリード、あとさあ抜けてきたのは勝った、渡辺チーさあ、そして3番手上松、4番手ワッタン、5番手江村、おっと1コーナーさあ、なんとか戻った。さあ、渡辺千が2番手キープですが、すぐ後ろを追います。もうちょっとミスがあったか。さあ、その間にトップ勝田選手が1回目同様逃げる。いや、1回目はこの時間我慢してたんですよね。もう序盤から逃げの展開となった白青のマシン、現在トップ勝田選手、2番手に白蛍光グリーン渡辺千、3番手上松選手、4番手渡辺、5番手沼選手。レースの方は残り時間2分15秒です。序盤の45秒が経過いたしました。さあ、トップ勝った選手、このペースでいけば先ほど1回目のペースを上回るペース。さあ、2番手渡辺知もスルスルと前後クリアの状態で抜けてきた。前勝った選手との距離は 3.69、 4番手ワッタン2秒後方、いや3番手割ったんですね。3番手割ったんが2秒後方、4番手上松選手、5番手野村選手。レース残り時間は1分40秒です。レース残り時間1分40秒。さあ、トップ勝った選手、おっと少し引っかかりがあったか。とはいえまだまだ暫定ポール自己ベスト更新ペース。レース残り時間は1分30秒、折り返し点を過ぎました。さあ、3分間周回レース、半分が経過いたしまして、残り1分30秒、トップ勝った選手、白アーノマシン。さあ、着実にラップを刻んでいる。ベストラップも10秒09。さあ、9秒台目前、白アーノマシン勝った選手、2番手渡辺チ、3番手ワッタン、それぞれ3秒強の距離というところ。さあ、ワッタンのすぐ後ろには上松がいるか。さあ、そして5番手には江村選手。レースは残り1分です。残り1分です。さあ、2分経過いたしまして、残り1分、勝った選手が、さあ、まだまだ更新ペースだ。2番手渡辺知も単独、これも自己ベストを更新できそう。さあ、残り時間40秒です。残り40秒、金売れオープンクラス予選第2ラウンド第1組。さあ、勝った渡辺知、おっと渡辺知少しミスがあったが、さあ3番手これで割ったん、4番手上松は1秒差というところでしょうか。レースは残り30秒です。残り30秒。残り20秒。残り間もなく10秒となります。さあ、各社それぞれの距離、さあ残り10秒です。勝った選手が怖いね、今怖かったよね、まんで見てたよね。さあ、ここでタイムアップです。まず渡辺知が、これもいいとこ入りましたよ。さあ、渡辺知が、お、ボーダー A シードボーダー超えてきた。はい、停車ゴールです。トップゴールは勝った選手、18ラップ3分6秒29。さあ、第2ラウンド第1組終わりまして集計出ます。さあ、これで2台3、先ほどのヒート4台が更新出ました。渡辺知事がボーダーを超えてきて3分2秒18、17ラップの3分2秒18が暫定4位タイムということは A シードボーダーとなります。はい、では続きまして第2組の方、くじ引きにて総重台をお決めください。前列グリッドは、高木選手、神田選手、店長。前列グリッドは高木選手、神田選手、店長。スターティンググリッドにおつください。はい、それではスタートします。スタート10秒前。さあ、スタートしました。金売れオープンクラス予選第2ラウンド第2ヒート。さあ、まずトップで帰ってくるのはコウキ。さあ、2番手店長、3番手カズさん、4番手リンタロウ、5番手マッセ、6番手神田。おっと、コウキがミス。さあ、これで店長がトップ。さあ、2番手すぐ後ろカズさん、さあ3番手に、コウキ、4番手マスエ、5番手リンタロウ、6番手神田。さあ、店長が生かして
カズさんがトップ、さあ2番手店長すぐ後ろ、大きい、あっと店長がミス。さあここで2番手に上がってきたのがマテさん。さあ怪しげな AWD シャーシで2番手を改装してます。おっと後期がミス。さあこれで2番手の背後が、少し空いて凛太郎、後期はプロポ調整、4番手に店長、5番手後期、6番手神田。さあ1位カズさん、2位マテさんとの差がここで 1.68。 さあ2番手、マテ、3番手凛太郎が 1.8 秒、3番手凛太郎、4番手店長が 1.8 秒。さあ残り1分20秒。さあ1、2、3、4、この間、まあ、2秒前後ですね、各2秒前後の差です。さあ間もなく残り1分。さあカズさん、マテ、凛太郎、店長、コウキ、神田。さあちょっとずつ各ポジション間が離れていってますね。おっと、カズさんミス。ここでマテさんがトップ。さあ2番手にカズさん、3番手リンタロー。さあ1、2の差が 1.1 秒。さあラスト25秒。さあ約1秒差。さあちょっと詰まったか。さあ残り10秒。さあラストラップ、ラストラップ。1のタイムアップ、ゴール、カッサンゴール、ハイゴール、ゴール。あと2台、あと2台。はい、電車ゴールです。マテさんもそんな走る車持ってきたら無理やな。違う、誰や、尾崎さんのちょっと走るぐらいとか言った。さあ、これで予選ラウンド終了しまして、空気読んだな、カズさん。集計出ます、集計出ます。はい、予選結果出まして、トップ4、勝田、幸喜、カズちゃん、マセさん。マセさんさすがやな、もういきなりええやもんな。はい、では組み分け、ご準備でき次第決勝オープンクラス B 面へ参りたいと思います。柏木さん、はい、では B メイン8分レースです。勝ち上がり3台スタートします。スタート10秒前。まずはまずこっち行っといて、真ん中の辺だったらそうです、こっちの方がいい。はい、トップ出たのは渡辺氏、2番手が N 村、3番手店長、4番手が今、5番手が神田君か、あ、トップか、トップが N 村、2番手店長、3番手手が上松、そうだな、4番手が神田、5番手渡辺氏、6番手凛太郎、7番手が渡さん。渡辺氏ミス、だんだん送ります。トップは井村、2番手店長、残り7分。ああ終わった、なんか壊れた、ここで外れたか、キーは俺だから。
はい、トップは N 村、2番手店長。あーっと上松こけた。でも順位変わらず。トップは N 村、2番手店長、3番手上松、4番手が神田、5番手が渡辺父、6番手ワッタン、7番手が凛太郎。あ、エヌプラミス、エヌプラミス、これトップ変わった、トップ変わった、トップ店長。はい、トップ店長、2番手エヌプラ、3番手が植松。はい、トップは店長やね。2番手N村、3番手上松、4番手が渡辺父、5番手ワッタン、6番手神田、7番手凛太郎。あ、渡辺刺さった。はい、トップは店長、真後ろに N 村で、ちょっと開けて、様子ちょっと様子見なんかな、上松がちょっと離れてついていってる。凛太郎、最後、あー、店長ミスった。これでトップ立ったのは上松。あ、壊れた、壊れた、ボディ外れた、ボディ外れた、あ、ボディ外れた、ボディ外れた。まだ動かへんね。まだ動かへん、まだ動かへんね。マスター、いけそうか、いけそうか、いけたか。ああ、はい、トップは上松に変わった。2番手店長。だいぶ行かれたんやけど、ないね、大丈夫やね。大丈夫、大丈夫。はい、トップは上松、2番手が店長、3番手がワッタン、4番手渡辺知事。渡辺知事がだいぶ上がってきた。ワッタンも来だした。で、5番手が凛太郎、6番手が神田、7番手が N 村と、最後尾に N 村落ちてしまった。はい、トップは変わらず植松。2番手が店長、だいぶ離れてる。で、店長のすぐ後ろに割ったん。で、ちょっと開けて、2秒ほど開けて渡辺氏と。これで2番手変わって、2番手割ったん、3番手店長、4番手渡辺父、渡辺父の後ろにトップの車が来た。あ、渡辺父ミス、もったいない。
はい、トップはガールズ上松。もう一転じゃミス。はい、トップは上松、2番手ワッタン、3番手ワサビです。おお、パンダ。パンダモードはそこなんで。そっか、その関連か。そら、そらうまいよ。そらうまい。残り60秒。いきなりこんな感じだら十分いい。はい、トップは上松、2番手ワッタン、3番手渡辺土、4番手林太郎、5番手店長、6番手神田、7番手 N マラソン。残り30秒。はい、トップ上松、2番手割った。3番手渡辺氏、4番手凛太郎。松並氏と凛太郎近いんちゃうん。あ、凛太郎ゴールや、凛太郎ゴール。4番、5番、7番、5番、6番、5番、1番、5番、はい、電車ゴール。3人やろ。上松、ワッタン、渡辺チ、勝ち上がり。もう後ろに行かない。はい、スターティングマーシャル、ありがとうございます。はい、では参ります。金売れオープンクラス決勝 MA8 分間周回レーススタートです。さあ、早めのスターティングシグナルスタートしました。まずは注目のオープニングラップ。おっと、さあ中央セクションでクラッシュだった。さあ、トップ抜けてきたのは1番グリッドスタートの勝田選手、白青のマシン、その後ろグリーンのマシンが片山選手、2番手、3番手に白蛍光オレンジグラデーション後期、4番手白マセ、5番手イエローグリーン上松、6番手白ピンクワッタン、7番手白蛍光グリーンが渡辺チ。さあ、序盤の隊列が整ったか。さあ、トップ、あっと中央、左隅クラッシュがあった。さあ、戻って順位中段以降はちょっと動きがあったんでしょうか。トップ勝った2番手片山、3番手にこれでマセ、4番手ワッタン、5番手渡辺チ、6番手コウキ、7番手上松。さあ、なんとなんとマセ選手が3番手走行。さあ、マセ選手のシャーシはあとレース終わったら見せてもらいましょう。車検、車検ですわ、車検。さあ、トップ白青のマシン勝ったせ、あーっと中央転倒、戻った。まあちょっと車重が軽いんでちょっとこけやすかった。あっと、さあ勝ったがやっちまってる。どうした。さあ、勝ったが中央セクションクラッシュがあった。さあ、これでカズちゃん背後迫ってきた。白青のマシンがトップ勝った、その背後グリーンのマシンが片山。さあ、3番手争いはワッタン、上松、後期、渡辺チ、マセの順。さあ、トップグループ2台、さあ一気に 0.5 秒差となっている。さあ、現在計測ストレート1コーナーに入っていく。白青のマシンがトップ勝った選手、2番手グリーンのマシンが片山選手。さあ、そして3番手にはイエローグリーンの上松選手が上がってきた。4番手ワッタン、5番手コウキ、いや4番手コウキ、5番手ワッタン、6番手マセ、7番手渡辺チ。さあ、トップ勝った選手、あっと、さあ引っかかりやったか、マセ選手か。さあ、これで勝った選手が7番手のマセ選手をラップ。レース残り時間5分45秒です。残り5分45秒。
さあトップ勝田、2番手片山、さあちょっとラップマーカー入り乱れるが、その差は1秒というところでしょうか。この周回で 1.23、 さあトップ勝田、2番手片山 1.23、 3番手に植松、4番手光輝、さあここは近いぞ、 0.7 秒差。いや光輝ミス、さあ割ったがなぜか逆行って、さあこれで4番5番順位は変わらず、その後ろにはトップの勝田が来た。さあ勝田選手が独走状態、2番手片山選手が食い下がるも 1.3 秒、まだ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 これは分からない。今日のレイアウトはミスがあると大きくタイムロスをしてしまう。レースの方は残り5分です。残り5分、3分経過、残り5分、トップ勝田、2番手片山、その差が 1.3 秒。さあこの周回で 1.5、 少し広がった。そして3番手争いはどうなった。3番手には上松選手、イエローグリーンのマシン、上松選手が3番手、4番手光輝は少し距離が空いて 2.9 秒、白蛍光オレンジグラデーション、5番手に渡辺白ピンク、6番手渡辺知事白蛍光グリーン、7番手白がマセ。レース残り間は4分30秒です。さあ8分間の周回レース、半分折り返し地点が見えてきた。トップ勝った白青のマシン、さあ現在中央セクションから計測ストレート1コーナーに入っていく。2番手グリーンのマシン片山選手が 2.94、 約3秒の距離。残り時間は間もなく折り返し地点が見えてきた、4分10秒です。さあ間もなく8分間の周回レース半分が経過いたします。トップ白青のマシン勝田選手、2番手グリーンのマシン片山選手がじりじりと遅れてきたか。その差 3.4 秒差。そして3番手上松ミス、さあこれで上松光輝が現在ストレート2台、3番手イエローグリーンが上松、すぐ後ろ色イエロー蛍光オレンジグラデーションが光輝。さあ中央セクション計測からのフェルトノーズの2台、さあこの2台が3番4番争い。さあ一気に光輝のボルテージが上がったか。3番4番上松 VS 光輝、そして5番手には割ったん白蛍光ピンク、6番手渡辺知、7番手マセ。レース残り時間は3分30秒です。残り3分30秒。さあトップ勝った、これで3番手争いの背後まで来た。さあカズちゃん2番手との距離は 3.8 秒。さあこれで光輝が前に出た、光輝が3番手に浮上、すぐ後ろ上松選手。さあ今度は3番4番前後を入れ替えて、さあこれを生かしたか。さあ上松選手がトップの勝田選手を生かせた形になって、さあ勝田選手はこれで4番手までラップ。レース残り間は3分です。残り3分、残り3分。さあトップ勝った、これでほぼ独走状態、2番手カズちゃんとの距離も4.2秒ですね。そして3番手光輝がこれで単独抜け出してきたか。上松背後4番手が 1.6 秒、5番手ワッタン3秒後方、6番手渡辺知が 2.6 秒、松江が少し遅れて7番手。レース残り時間は2分30秒です。残り2分30秒。さあ勝田選手、これはもうクルーズ状態か。現在中央セクション白青のマシン、さあちょっとクラッシュがあったか。さあ2番手片山選手との距離はこれで5秒というところでしょうか。この周回で 5.4 秒。さあ3番手は光輝、前との距離は 4.1 秒、4番手上松が2秒後方、5番手ワッタン、6番手渡辺知、7番手マセ。残り時間間もなく2分となります。残り2分。さあレースは残り2分、8分間の周回レース6分が経過いたしました。トップ勝田がこれで独走状態、現在ストレート1コーナーに入っていく白青のマシン。さあ安定して、そして速いベストラップはこれ予選よりも抑えた形でしょうか、 10.22。 さあ白青のマシン、トップ勝田選手がベストラップ 10.22、 さあ 10.21、 少し上げた、あ失礼、9秒ですね。平均見てたベストラップは勝田選手が 9.93 ですね。さあそして2番手片山選手、その差が 6.5 秒まで広がった。片山選手はベストラップは 10.14。 さあこれは完全に安定志向の2番手走行。3番手光輝が 9.98 ベストラップ、4番手上松が 10.06、 ワッタンが 9.93、 光輝が 9.94 と、勝田ワッタンが 9.93 でこのレースベストラップ並んでいる。レース残り間は間もなく残り1分です。残り1分。さあ8分間の周回レース7分が経過いたします。トップ勝った2番手片山、3番手光輝、4番手上松、5番手ワッタン、6番手渡辺知、7番手マセ。さあ勝った、これはもう何か
トラブルがなければこれで2番手の3番手の背後を今迫っている。そしてこの2番手後期、いや3番手後期が2番手カズちゃんの背後迫って、残り30秒、さあ残り30秒、2番手カズちゃん逃げ切れるか。さあこれは予選の再現か。残り20秒、いや後期ミスがあった。さあ残り20秒、残り20秒、さあ注目は2位争いだ。カズ VS 後期、現在中央セクション2番手グリーンのマシンがカズちゃん、その背後白、あっと後期がミス。残り10秒です、残り10秒。さあキングレオープンクラス決勝 A メイン、間もなくゴールとなります。さあ勝田がちょいミス出て、もう1周。さあファイナルラップ、後期ゴール、上松ゴール、3位4位ゴール、マッタンゴール、渡辺1ゴール、マセゴール、カズちゃんゴールの、はい、お疲れ様でした。キングレオープンクラス優勝は勝田選手、2位片山選手、3位後期選手でした。お疲れ様でした。なんかしんどいレイアウトですねこれね。さあ8分間お疲れ様でした。では以上オープンクラスは終了いたしまして、続きまして、じゃもう頑張ったし、はい3分間ね、インターバル3分間、はいインターバル3分間です。3分で十分ですわ。もうはい、組み分けは出ております。ワイドツーリンクラス組み分け出ております。さあではでは後半戦スタートいたします。後半戦はワイドツーリングクラスです。金曜レタンレース予選第1ラウンド第1組ご準備の方をお願いいたします。出走ドライバーは上松選手、凛太郎選手、綿崎選手、幸喜選手、増瀬選手、N村選手、以上第1組6台走行です。はい、では参りたいと思います。金曜レタンレース予選第1ラウンド第1組ワイドツーリングクラスで言ったかな、スタートです。スタート10秒前。止めるわ。さあスタートいたしました。暴言のバチが当たった。さあ金売れ。あっとバイドツーリングクラス予選第1ラウンド第2ヒート。まだ予選1回目1回目。さあトップは白蛍光オレンジ。さあ後期は抜けてきた。2番手にマセ。3番手凛太郎。4番手ワッタン。5番手沼村。6番手植松。さあトップ後期、2番手マセ、その差が 3秒差、いや後期ちょいミス、マセもちょいミス、まだまだ余裕がある。さあ4番手の争いだ。凛太郎、ワッタン、N村、植松。お、凛太郎が生かした。あっと植松先頭。さあトップ後期、このまま決められるか。残り時間は2分です。1分経過。上松が飛んでいる、モンドリ打っている。さあトップ後期、白蛍光オレンジ。さあ2番、おっと2番手入れ方が、2番手これでワッタン上がってきた。白蛍光ピンクワッタン、現在ストレート。3番手に N 村、4番手マセ、5番手凛太郎、6番手上松。レース残り時間は1分30秒、折り返し地点です。金売れワイドツーリングクラス予選第1ラウンド第1組。さあトップ攻撃、白蛍光オレンジ、高校生ドライバーがキメキメモードの予選第1ラウンド第1組。2番手ワッタンが後方 5.3 秒、3番手に N 村が 1.3 秒、 N 村の後ろマセが 0.8 秒。さあ残り時間は1分10秒で、おっと上松がモンドリ打っている。さあ残り時間まもなく1分です。残り時間1分。さあ3分間周回レース、2分経過いたしまして残り1分です。トップ後期、2番手バッタン、3番手沼村、4番手マセ、5番手凛太郎、6番手植松。さあトップ後期が目立ったミスはありませんでした。
あートップ後期現在14周目白蛍光オレンジマシン2番手割ったんが白蛍光ピンクレース残り時間は間もなく30秒というところ残り30秒さあ残り30秒後期が中央セクション後半セクションの計測からストレート1コーナーに入っていく白蛍光オレンジその後ろ白蛍光ピンクがワッタン 4.3 秒後方3番手にはイエローパープル N 村選手4番手マセ選手マルボロ5番手リンタロー6番手上松残り時間は間もなく5秒4321タイムアップリンタローゴールワッタンゴール N 村ゴールマセゴあと2台さあ後期が18ラップ3分9秒14でトップゴールさあ金運ワイドツーリングラス予選第1ラウンド第1組が終了しまして続きまして第2組へ参りたいと思いますはいスタートしますスタート10秒前スタートしました金運レワイドツーリングクラス予選第1ラウンド第2ヒートさあまずトップで帰ってきたのは渡辺父2番手カズさん3番手店長4番手勝田5番手神田さあおっと渡辺父がミスさあ後ろが巻き込まれてこれでトップがカズさん、2番手勝田さあ3番手に渡辺父、4番手店長5番手、ファンバスまで来るかさあ神田君はマシントラブルさあトップお、ここでトップ勝田に変わってる勝田ミスったさあ2番手カズさん、3番手店長4番手渡辺父さあおっとここでまた3番手が入れ替わって渡辺父店長3番4番さあ残り1分40秒さあ残り1分30さあ勝田和、渡辺父店長神田さあ勝田がこれ18-17微妙なとこ18-17予想周回微妙なとこさあ2番手和さんが 3.6 秒後方2番手3番手が約3秒さあラスト1分さあ3番手4番手はちょっと空いて6秒さあ勝田が少しずつペース上げてるさあ残り45秒さあ18入るかどうかさあラスト30勝田和渡辺父店長神田さあ残り15秒さあ残りここで10秒残しさあ微妙なとこイチの勝ったゴール勝ったゴールはい勝ったゴール勝つゴール渡辺父選手ハイデンシャゴールあー惜しいはいスターティングマーシャルありがとうございますそれでは参ります。金ウレワイドツーリングラス予選第2ラウンド第1組3分間周回です。スタートです。スタート10秒前。
10秒前。あ、まだまだ早いから、ぐらい止めるわ、止める。大丈夫、上松さんを攻める人なんか誰もいいんか、大丈夫やで。はい、では参ります。スタート、10秒前。さあ、スタートしました。金目、おっ、アンダーフット。さあ、上、1コーナー、外。グリーンに同化してたよ。さあ、トップで、抗議が絶好、とにかく絶好調やない。あっと、デント中央。さあ、抗議絶好調、デントが引っかかった。さあ、戻って、順位整理します。トップはこれで、ワッタン。2番手にリン太郎。3番手、マセ。4番手、抗議。5番手犬村、6番手植松。もうパパは後期の車しか見てへんから、ね、さあトップ割ったん、白ピンク色のマシン、現在中央セクション。2番手に後期、白オレンジが危ない、人間優先でね。さあ3番手に凛太郎、4番手マセ、5番手上松、6番手沼。お父さんはこれで凛太郎が前に出た。トップあった2番手凛太郎、3番手光輝、4番手マセ、5番手上松、6番手沼。さあ残り時間は1分40秒です。3分間周回レース、まもなく折り返し点が見えてきた。トップ白ピンク割った、お、これいいペースですね。予想周回18出ている。2番手争いどうなる？光輝、凛太郎、マセ、上松の順か。あー、クラッシュ。どんまい、マセさんどんまい。さあ、これで2番手光輝、3番手凛太郎、4番手上松、5番手マセ、6番手沼。さあ、残り時間は間もなく1分です。2分が経過いたします。ワッタンが抜けましたね。現在ストレートから1コーナーの白ピンク色のマシン。さあ2位はこれで光輝単独、3番手に上松上がった、4番手すぐ後ろ凛太郎、5番手にマセ、6番手N村。残り時間は50秒です。残り50秒。さあ1分切りまして残り50秒。トップワッタン、白ピンク、このペースでいけば1回目の光輝を上回るペースだ。白ピンクワッタン、現在中央セクションから後半セクション、計測ストレート1コーナーに入っていく。白ピンク色のマシン、ワッタンがトップ走行。2番手を光輝、植松がこれで 0.3 秒。さあ残り時間まもなく20秒です。残り20秒。金ウレワイドツーリングクラス予選第2ラウンド第1組。さあ2位争いが光輝 VS 植松を生かした。さあこれで植松が2番手に浮上。なんやろ、頑張ってたんやけどな。オラオラで頑張ってたんやけど。さあ残りが、ここでタイムアップ。もう一周ね、各社ファイナルラップです。さあトップは割ったん変わらず、光輝は2位でゴール、凛太郎3番手でゴール、ゴール、停車ゴールです。トップゴール割ったん18ラップ入りまして、3分10秒25で暫定ポール更新はならず。最後のところでちゃ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 って入ってもうたから、あえて言わんかったのに。あとあの前に N 村かも。前のせいにすんのかっこ悪いよ。見てたけど。さあ続きまして、ワイドツーリングクラス予選第2ラウンド第2組、操縦台くじ引きにてお決めください。前列グリッドは、勝田選手、神田選手、前列グリッドです。勝田選手、神田選手、前列グリッドにお付きください。はい、スタートします。スタート10秒前。はい、金売れワイドツーリングクラス予選第2ラウンド第2ヒート。さあ
まずトップで帰ってくるのは勝田、カズ、店長、渡辺、父、神田。おーっと、カズさん転倒。さあ、ここで2番手に店長、3番手、渡辺、父、4番手、神田、5番手、カズさん。さあ、勝田がじりじりと引き離しにかかるか。さあ、2番手、店長との差が 1.4 秒差。さあ、そのすぐ後ろに渡辺父、コンマ3秒差でつけてる。さあ、そこから、おっと、そこから4番手争いが神田和。さあ、これが約4秒後方やね、3番手から。コンマ2秒差。さあ、勝田が引き離しにかかってるぞ。さあ、2番手との差がここで 2.2 秒。さあ、3番手渡辺父がその店長のコンマ3秒後方。さあ、ここが一番近いかな。4番手前に出たのがカズさん。5番手神田くん。さあ、残り間もなく1分30秒。さあ、勝田は、さあ、いいアベレージが出てるぞ。さあ、これは、暫定、ポールペースかな。今のとこポールペースかな。さあ、残り1分10秒。さあ、勝った渡辺父、店長、片山、神田。さあ、1位、2位の差が 3.6 秒。3.8 秒になります。さあ、2番手、3番手が一番近い。1秒差。3番手、4番手が 2.8 秒、4番手、5番手が6秒。おっと、カズさん転倒。さあ、計測。はい。うん、通ってなかった。ラスト30秒。残り30秒。さあ、カツタが相変わらずいいペースか。うわー、ポール更新しそうなペースだ。さあ、2番手渡辺父も残り10秒、悪くない。 4.8 秒、 5.2 秒後方。さあ、2番手渡辺父、3番手店長も2秒差ね。ハイタイムアップ。さあ、カツさんゴール、渡辺父ゴール、店長ゴール、はい、勝ったゴール。トイレぐらい行けるだろう。はい、お疲れさんでした。多分あれやけど、カズさんが飛んでる、飛んでるね、はい、飛んでる。これにて予選走行が終了しまして、これね、はい、3分インターバル、3分です。はい、集計結果出ました。上位4台は勝田光輝、ワッタン、渡辺千島で、はい、ではインターバル2分30秒後、決勝 B 面へ参りたいと思います。はい、スタートします。スタート10秒前、スタートしました。金ウレワイドツーリングクラス決勝 B メイン、8分間。さあ、まずトップで帰ってきたのはポールスタートの N 村さん、2番手に、お、あ、2番手店長、3番手カズさん、上松、林太郎、マセ、神田。さあ、綺麗な隊列を組んで、まずは1、2、3、4までかな。さあ、さあ、N 村選手がじりじりと抜け出しにかかるか。さあ、2番手店長、3番手カズさんが近い。コンマ3秒差。さあ、上松さんがそこに近づいてきた。さあ、5番手争い、凛太郎、マセも近い。コンマ4秒差。
さあ7番手に神田君、さあ N 村が少しおっと店長がミスって2番手カズさん、3番手上松さん、さあ勝ち上がりラインがこの上松さんまで、さあ4番手店長は 1.8 秒後方、その背後おっとここでマセさんが5番手に上がって 1.4 秒差、コンマ7秒差で6番手凛太郎、さあ5秒後方に神田君、さあ N 村選手がさあ抜けてきてるね、 1.2 秒差、さあ2番手争いが近い、コンマ2秒差、カズさんと上松さん、さあ上松さんはそろそろ走ってるこけるからそろそろと走ってるこのもうこける時の上松さんの走り方残り6分さあ残り6分です。さあトップ N 村さんがおーうまい、さあ2番手3番手もうまくラップマーカーをかわしていった、さあトップ N 村さんが2番手との差をじりじりと広げて 1.6 秒、さあ2番手争いが依然テールツーノーズ 1.1 秒差、さあ3番手の後方 4.6 秒で店長、そのすぐ後ろにマペさん、さあ凛太郎も近い、おっとマスターミス、さあここで4,5,6 がさあバトル、おっとここでカズさんがミスター、2番手に上松さんが上がってきた、さあこれでトップは少し離れていった、 2.6 秒差残り5分、さあ2番手3番手が1秒差かな、さあ4,5,6かな、注目、おっとまたさあ上松さんが前が外れたらしい、さあ残り4分30秒、さあこのカズさんの猛プッシュに耐えられるかどうか、さあトップ N 村さんは順調に逃げてますね、2番手との差が 3.6 秒、さあ2番手争いがもらっと、さあここで上松さんが転倒してカズさんと離れた、おっと店長が近づいてきてるけど、さあ上店長も転倒、さあその4番手争いかな、注目は店長と凛太郎、コンマ3秒差テールトゥーノーズ、さあその後ろにはトップの N 村選手が来た、さあマセ選手はこの4番手争いから 2.8 秒遅れてますね、さあ残り3分30秒、さあ N 村選手はこのラップマーカーを、さあここでおっと N 村クラッシュを N 村が食らうっていうちょ勝ち上がれんのさあここで上松さんの後ろに凛太郎と店長が来たぞ、さあ3番手争いが、さあ3,4,5が1秒以内、さあ終盤盛り上がってまいりました、そろそろ走る上松の後方にぐいぐい凛太郎が来るさあ上松さんが嬉しそうさあ残り2分30秒、さあもうトップ N 村さんはもう安泰かと思ったら2秒後方にカズさん迫ってる、さあここで1位2位が近づいたぞい
さあ3番手争いか注目は。さあ3番手上松さん、4番手店長は 1.4 秒、その 2.7 秒後方に凛太郎、1.7 秒候補にマセさん。さあ3456、ここはわりかし近い。さあまだまだある。さあ残り1分45秒。さあ上松さんのペースが上がらない、いや上げれない。おっと、リッタローが少し遅れた。さあ4番、5番、6番かな、一番近いのが5番、6番、リンタロー、マセが 1.1 秒。おっと、リンタローがミス。さあこれで背後にマセが迫ってきた。残り60秒。さあ、ラスト1分。さあ、注目は、りんたろー、マセ。さあ、コンマ1、9。おっと、いや、マセさん、うまいな。もう、さあ、まもなく、残り30秒。残り30秒。一番ちょっと松さんが連続でミス。さあこれで凛太郎が離れしまった。おっと凛太郎もミス。さあ残り15秒。おっと N 村選手が転倒。さあ那須さんがその横をすり抜けていく。そこでラストラップ。はい、タイムアップ。まずは上松さんゴール、はい、店長勝さんで N 村さんゴール、松さんゴール、太郎ゴール、はい、全勝です。神田くんがゴールしてやね。あ、それであれや、バッテリーダウンしてたんや、電波足らんかったんや。まあ、あるあるやね、レースあるあるやね。はい、勝ち上がりはカズちゃん、N 村さん、上松さん。では続きまして、ワイドツーリングクラス決勝 A メインご準備の方お願いいたします。出走ドライバーは、勝田選手、コウキ選手、ワッタン選手、渡辺父、そして勝ち上がりの片山選手、N 村選手、上松選手、ご準備の方お願いいたします。はい、では参りたいと思います。金売れワイドツーリングクラス決勝 A 面8分間周回レースタートです。スタート10秒前。さあ、スタートしました。いいよ、適当で。こけた、誰かがいたらいいの。さあトップ勝田、2番手コウキ、3番手ワッタン、4番手渡辺チ、5番手カズちゃん、6番手ヌムラ、7番手上松。いいですね、トレイン状態。さあ7台がトレイン状態、誰が最初にミスるのか。さあ4周目に入っていく。3周経過。いけ、コウキ、いけ。あかん、いけって、あーそう、あら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 、泣くの外れた、はめてあげて、はめられへんか。さあ残り時間が7分1分経過。さあ序盤の1分でナックル外れ、渡辺チキ、これは痛恨。さあトップ勝田が抜け出た、白青のマシン、現在ストレートから1コーナーに入っていく。2番手ワッタン、白ピンク、後方 2.2 秒というところ。3番手争いが近いぞ、 N 村上松の3番4番、ここが前ワッタンとの距離が 0.9 秒、1秒、約1秒差。さあこの周で 1.1 秒差。5番手に小木、6番手片山、7番手渡辺。さあレースは残り間6分30秒です。序盤の1分、あっと、さあ中央セクション、カズちゃんがミス。
さあその間にもトップ勝った選手が逃げる。2番手ワッタンが 1.7 秒。さあ3番手争い N 村植松、おっとワッタンちょいミス。さあこれで勝ったとの距離は 2.6 秒。これで2、3、4が近くなったか、 0.7 秒、 0.3 秒。さあ後期も猛追 1.4 秒、後方レース残り時間は5分50秒です。トップ勝った2番手ワッタン、3番手犬村、4番手上松、5番手コウキ、6番手片山、7番手渡辺チ。さあ、あっと、はい、起きた起きた。あら、キラキ、上松、コウキは4、5。さあ、生かしたか。これでコウキが4番手浮上、5番手に上松。レース残り時間は5分30秒。トップ勝った白、青のマシン、現在中央セクション。2番手、白、ピンク、ワッタンが後方 2.6 秒。その1秒後方にイエロー、パープル、N 村選手。さあストレート1本分という距離 1.3 秒。さあ同じく1秒後方に後期が4番手、5番手上松転倒。さあ避けてや避けてや、はい、ナイスマーシャル、さすが若いね。さあこれで上松は5番手、いや6番手交代、カズちゃんが5番手に浮上。レース残り時間は5分です。残り5分、3分経過。トップ勝った、現在計測ストレート1コーナーに入っていく白、あっそう、さあカズちゃんも飛んだ。さあ上松カズちゃんが再び5番6番入れ替え。レース残り時間4分45。2番手ワッタンがまだまだ食らいついている、ワンチャン狙って 2.3 秒後方。その後ろ3番手に N 村選手も 1.6 秒後方。4番手コウキが1点、同じく 1.6 秒、5秒後方に5番手上松、すぐ後ろ 0.4 秒で片山、6番手、7番手に渡辺チ。レースタートから中央 2コーナー。さあコウキがこれで上松選手の距離、いやポジション入れ替わりはなしか。さあ残り時間は4分10秒、残り4分10秒、折り返し地点間もなく。トップ勝った2番手ワッタン、3番手N村、4番手コウキ、5番手上松、6番手片山、7番手渡辺チ。残り4分。さあコウキもちょっと危うい転倒を見せ始めている。さあその他にもトップカッタンが逃げたいところ、しかしワッタンまだまだ食らいつくぞ。 2.1 秒。さあまだまだ突破争い、これ楽勝とは言えない距離だ。残り3分30秒です。トップ勝った2番手ワッタン 1.99、 約2秒の距離。さあこれはワンミス、ツーミスで入れ替わる、あっとコウキ飛んでった、入れ替わる距離。さあ N 村もまだまだ食らいついております、前との距離は 2.2 秒。3番手上松上がって、4番手コウキ、5番手片山、6番手渡辺チ。レース残り時間は3分10秒です。残り3分10秒。さあトップ勝った白青のマシン、現在中央セクション前クリアだ。さあ後ろ白蛍光ピンクのワッタン、この周回で 1.7 秒。 N 村が 2.8 秒後方、3番手4番手上松、5番手コウキ、ここが 1.4 秒差というところ。上松コウキ4番、5番、6番手に片山、7番手渡辺七。レース残り時間は3分切りまして、残り2分40秒。あっとワッタンがクラッシュ。さあこれで N 村ワッタンが近づいた。さあトップ勝ったがこれで2位との距離を広げて、今度は2番ワッタン、3番手 N 村、 0.7 秒、1秒切っている。この周回で変わらず 0.7 秒。さあ N 村御年68歳、2番手との距離を詰めます。さあ残り時間は2分10秒です。残り2分10秒。さあこれで楽になったのは白青勝ったトップ、2番手ワッタン、3番手 N 村。さあ現在中央セクション、白ピンクがワッタン2番手、その後ろイエローパープルが N 村3番手、その差が1秒差。4番手に植松、5番手コウキ、ここも1秒ですね。植松とコウキも1秒差。6番手に片山、7番手渡辺七。レース残り時間は2分切りまして1分40秒です。残り1分40秒。さあトップ勝った、これはかなりのマネージメントペース、美味しいレース展開をものにしております。おっとっと、さあ2番手ワッタン、3番手犬村、
さあ再び一触即発の 0.8 秒。さあバッタンも簡単には逃げ切らせてもらえない。2番手3番手争い。さあ残り時間は間もなく1分となります。8分間周回レース7分が経過いたします。金売れワイドツーリングクラス決勝 A メイン。さあ注目は残り60秒。さあ2位3位松田 N 村、そして上松光輝か、上松光輝4番5番完全セルツノーザー。さあその前にはトップアット転倒。さあ上松通行の転倒。レース残り時間は45秒です。残り45秒。さあ勝った、これは完全にマネジメントペース。2番手との距離は 4.3 秒。さあワッタン N 村、さあラップマーカーが入り乱れての2番3番争いだ。さあ残り時間はラスト30秒。さあワッタン逃げ切れるか。さあ N 村後方 0.9 秒、間にはややこしい上松が入ってる。残り15秒。残り10秒。さあラストラップ。さあ2番3番争いだ。ワッタン N 村 0.6、 このファイナルラップでゴール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 。はい、電車ゴールです。お疲れ様でした。金でワイドツーリングクラス優勝は勝った選手、2位ワッタン、3位 N 村選手でした。お疲れ様でした。さあ本日のレイアウトなかなかハードでしたが、皆様お疲れ様でした。さあ以上にて本日金曜レタンレース全レース終了です。また来週もよろしくお願いいたします。ではおやすみなさい。